スパイダーはイスラエルで開発された地対空ミサイルシステムの名称である。スパイダー地対空ミサイルシステムはイスラエルのラファエルアドバンスドディフェンスシステムズ社及びイスラエルエアロスペースインダストリーズ社によって開発された短距離及び中距離の地対空ミサイルシステムである。スパイダーはサーフェイス2エアパイサンダービーの文字をつなげた語でその名が示すように ラファエル社で開発された航空機搭載用の空対空ミサイルであるパイソン o 5及びダービーを地上発射式の地対空ミサイルとして運用するという構想の兵器である。スパイダーの主開発企業はラファエル社で IAI 社がこれに協力した。スパイダーは2005年に行われたテストでテスト用の標的にミサイルを命中させることに成功し、これ以降世界各国の防衛。 安全保障展示会に出展されている。スパイダーは低高度で進行してくる航空機、ヘリコプター、UAV、ミサイル、誘導爆弾などに対し即応して迎撃を行う防空兵器として開発されており、固定式あるいは自走式としての運用が可能である。自走式の場合、タトラ社製、トラック、メルセデス・ベンツ・アクトロストラック、 満社製 TGS トラック、スカニア車製 P シリーズトラック、東風技車交姿勢トラックなど、民生品の非走行トラックを改造しての搭載、運用が可能となっている。また、スパイダーの発射機は、航空機搭載型のパイソンを、ダービー空対空ミサイルをそのまま使用可能である。スパイダーには2種類のバージョンがあり、それぞれスパイダー SR、スパイダー MR と呼称される。いずれのバージョンも、 速応可能、全天候対応、ネットワーク情報共有、4連装のランチャー装備、自走式といった特徴は同じである。スパイダー地対空ミサイルシステムの標準的な構成としては、1台の指揮車両に対して6台のミサイルランチャー装備車両、および1台のミサイル弾頭運搬、再装填車両といったものになる。スパイダー SR には、 エルタ社製 L-M-2106 アターレーダーが使用され、スパイダー MR には同じエルタ社の L-M-2084MMR レーダーが使用される。後者のレーダーはイスラエル軍で運用されているアイアンドームミサイル防空システムと同じものである。 スパイダー SR の対応高度は 9km、有効射程距離は 15km であり、スパイダー MR の対応高度は 16km、有効射程距離は 35km である。スパイダーはインド、シンガポールに導入されたほか、グルジア軍でも使用され、2008年の南オセチア紛争に投入された。ありがとうございます。